あと何だったんですか、玄関だよ。あれはな、どうもお母さん、あの鳥を陽気だいうのをな、あの具合で送ってもらっておいて、そんな吸ったんよ。そしてよくな、あの白い入れ物な、買い物を。ただ、あれはどうも、ゴミの箱してくるはずよなんよ。で、ゴミ袋がいっぱいやけん。だのけろか、あれをって思って。ゴミのとこ入れろ、崩して思って。昔のように仕事が出るようになったんだよ。昔のように仕事がいいじゃん。え、昔通りだと。よし。それをもみで掘ってる。よし、見てろ。千夏の内職を耳にされて、お礼にしたとご職目と申したいや、礼儀などと全然ございません。千夏はただおい、これな、これ千夏の手だじゃあ、な、さっと覚えあ、ごめん、何者かってやろう。まだ来た、雪浦、何か夜が来てくるよ。おかげ、おめえ、おめえら、ごめんするか、この野郎。私も着物でも1枚買ってもらうから、それより隣のパートナーやから。
ちゃん何とかしてやらないかね。やまってるな。ペンの一つをつけたい年頃だよ。少し休んでもいいから。ちげえね。まったく目まで突き出して。娘のことなんだ。最後の先がかねえんだからな。何だ。おい、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 待て、待て。やったら嫌。縄文通り、娘の滝を家へ空港に起こしゃいいんだよ。もっと見せるから、出ないよ、本当だよ、そんなの。ダメだ、とってもだ。たまっちゃれんだよ。これ、表情で溶けるな、たぶん。溶けるな。どう、あはるで言うかんよ。しこっぱ。そうでしょ、そうでしょ。ワンさん、お前さんが、助けてください。飲むよ。どうした、あいつら飲んで。私を殺そうとしたんです。なんでお前ジンベエじゃないか。お前さんのこと言うな、こいつは病人だぞ。病人が人殺しなんかできるわけねえじゃない。なあ。突き飛ばされて、追加として申し訳ないことに対します。お前たち何もすんなよ。おい、ジンベエ逃げるわ、金は一軒だ。相良義兵衛っていう質屋なんだよね。お店は氷になりまして、やらなんです。よ、いらっしゃいませ。弁償会して。あら、お家で食べないんですか。いや、そうやねんだ。うちへ帰ったって、ちらつは忙しくやってんのに、弟子の先でわざわざなんだ。聞きましたよ。ちらつさんのおっしゃって、太鼓上手だと大丈夫なんて。結構な話ありませんか。ええな。
どれぐらい話したの？いつもの通りのトイレ行くとなったっけ、もう昨日トイレ行ったっけ、言ったら分かった消しなはった、窓の外見た、言ったらみん雪よ、ここの方は雪や、昨日も今日も晴れとるよ、言って、やつの親父のアイバンが、多分これ匂いが、おかしい、ニアピンは確実、トリプルアクセル、これ非常に高い、そう、この部屋の屋根はポリカ製の波板なので、昼間はとっても暑いのだそう。ほぼ外で、ナスビやめて、あれそうよ、あんた冷蔵庫開けたら多くなるな、おー今日は何やるのに、かぶってもさねいけない、へえ、でもなんか長屋って暗くて寒くてっておっしゃってたけど、こんなにあのリノベーションしたらワクワクする空間になるんですね。なんかそういうね、小さいアイデアの積み重ねみたいなことが、節約ができたり、便利になったりね、無理ができたり、やっぱり発想の豊かさですよね。はい、コツコツとコストカットしましたが、イノベーション価格、どのようになりましたかね。いやいや、うん、何百万円で収まってるでしょう。それではイノベーションから絶対になりました。500万円です。2000ですね。2000ですよ。私思ってた3桁より安、もっと上かと思ってました。800万円が思った、うん、それはだから人件費を節約したんですよ。そうか、自分たちが頑張った部分が多いんでしょ。肝さえ抑えておけば、あとは節約する場所はいくらでも見つかりますよっていうのがこのお家の特徴ですよ。ねえ、どういうふうに買い合って、またこれ見てね、林さんのところにうちの長屋もどないかしてくれませんかみたいなね、お話が来るから、その時はこれプラス200ぐらいでどうですかみたいなね、それで行きましょう行きましょうさあ、そんな林さんの宅から問題です。今も長屋が多く残る育野区で、週に 2,3 回夫婦が必ず行うルーティンがあります。それは一体何でしょうか。いや、それよ、言っちゃったじゃないですか。もう今言ったことちゃうか、もうここ開いてますか、開いてますか、ちょっと二度目しましょうか、きっと住めるようになります、家賃収入をまた期待できるようになります、そしたらここに住みたいという人が現れたら、うまく入ってくれちゃ、毎月毎月チャリンチャリンっていう営業をして回る。はい、今のは早送りでお届けいたしましたちなみに、はい、ヒントはですね、午後の時間のどこかで家の近所に出かけて、午後の時間のどこか、ヒントくれないやん、おかしいね今、じゃあ不正解ですよ。それもよっぽど難しい問題、ね、ギャー、フランシエラ、愛媛県最大級フランシエラ道路ひまた、この庭に帰る誇らしさ、建物内モデルルーム公開中、世界中で大ヒット、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーが12月30日プライムビデオで日本語配信開始、プライム会員なら追加料金なし。お客様、出発のお時間ですよ、くら寿司に急いでください。丸ズワイン、ベニズワイン、豪華三種盛りのカニっていうか、めっちゃ綺麗ですよね。カニフェアやってますからね。くら寿司コラボ実施中、アタックゼロパーフェクトスティック、落ちにくい汚れの前洗いもう必要ない、液体洗剤を超えた洗浄パワー、前洗いなしでも超スッキリ、アタックゼロパーフェクトスティック、ファンタスティックインフラウンド、まずはフローリング、次はカラオケ、スポンチャで全力からのクレンゲージ、アタックファンタスティックラウンド、フルナビ、フルナビ、ふるさと納税最大 30% フルナビなら最大 30% この人は何してるんだろう、電子マネーが最大 30% フルナビ、タレントやん、うん、私とレディー・ボーデン、ただいま、結婚したの、そうそう、この柔らかさ、普通の人と怖っ、うん、レディー・ボーデン、柔らかくなる。
悲願の J3 優勝、J2 昇格、突き上げの栄光のシャーレ。29日午後1時半から。株式会社ヒカリも応援しています。さあ、この長屋大井一家族でご夫妻揃ってどこに何しに行ってらっしゃいますか。はい、こちらになります。はい、え、あれなんかのれん出てますけど。民泊をやってます今。民泊、はい、空き家だった長屋を住まいよりお金をかけてリノベーション。外国人向けの和風民泊施設にしました。管理してんねや。夫婦は宿泊客がチェックアウトした後、部屋の掃除をするためにここを訪れているんです。わー、畳で素敵。いい部屋やんか。結構あの今ってお客さんの生まれ具合というか、うん、もう年内は住んでいくわけです、大人気なんですね。なんかね、すごい、なんかね。長屋をリノベーションして暮らしてみると、ね、やっぱりね、気持ちいいんですよ。暮らし心地はやっぱり前が広すぎたからそんなに、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 2階先天井高いの見ていただいたけども、天井高いところにそう。あんまり経験できませんよね。普通のマンションは天井低いので。